はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第260回でございます。で、今回はね、ついにこのテーマを話すときが、ついにって言ってもさ、みんなにとってはついにじゃないんだけど、合格実績を知りたいっていうテーマで喋ります。で、あと、下はちょっと関係ないことなんですけど、ね、塾の研修に昨日ですね、日曜日に参加させてもらって、で、その話、で、そっから思ったやっぱり関係ないっていう、まあそんな話をちょっとしていこう。まあ2本立てですね、今回はね。話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、まずは、ダラダラジオと一日ね、遅くなってしまったんですが、申し訳ないです。ちょっとね、昨日撮影できなくって。はい。でですね、その合格実績知りたいっていうのは、今年ですね、その合格実績って、ハイツさん発表しないんですかっていうのを、めちゃくちゃ聞かれるんですよ。なんでかなっていう。去年までも、ちょこちょこ聞かれてはいたんですけど、今年比じゃないぐらい多くて。で、なんでだろうと思ってね。ちょっと聞いたんですよ。メールで来る子が多いんで、何人かに、なんでですかみたいな。まあ、そんな感じじゃない。もうちょっと丁寧に話したけど。聞いたら、何人かの子がその返信をくれて、他の YouTuber さんがされてるんだよね。そう、らしいんですよ。で、自分、その方の動画見たことなかったんで、そう、ちょっとご紹介してもらって見たら、ああ、そう、こういうことかみたいな。そうそうそう。で、ハイさん、なんでないんですかみたいな。そう、って言われたから、で、まあ、それについて話そうと思ってね。多分これはメールで、まあ、そう、いっぱい来るからさ、もしかしたらそう思ってる方がいるかもしれないし、と思ってちょっと話していきます。で、結論から言うと、自分は発表しないです、合格実績。発表する気がない。それを動画にしようとか、なんか、打ち出していこうという気はないので、で、これに関してはさ、そのやり方、それ塾の手法もそうなんだよ。基本塾ってさ、どこどこ高校合格とか、どこどこ大学何名合格とか、なんだろう、公立進学率 99.8% とかいろいろあるじゃないですか。数字でね、押すってすごく大事なの。告知において。ものすごいそれが塾にとっての評価になるし、その、新しい生徒を確保する上では非常に大事だから、まあ、自分はそれが当時から嫌いだったんで、塾講師の時から嫌いだったから、あんましてなかったんだけど、もちろんね、上からしろしろって言われるからさ、まあ、しぶしぶじゃちょっと、みたいな感じでやってましたけど。そう。でも、まあ、自分は YouTuber、まあ、自分一人でできてるから、するつもりはないです。はい。で、もちろん、中学生メインなので、まあ、その高校でね、どこどこ高校受かりましたとか、自分が知ってるような私立高校とかを受かりましたっていうのを、その合格発表の時に、社名をね、合格通知っていうのかな。それをこう一緒に写メ撮って送ってくれたりとかする子もいるんですよ。で、一応高校もちょこちょこは撮ってるんで、例えば、ほんとみんなが知ってるような有名国立大学とか、その有名私立大学とかをね、受かったっていうのを送ってくれる子たくさんいるの。いるよ。いるけど、それ俺のおかげじゃないし、きっと。っていうのが根底にあるんです。もちろん塾講師やってる時は、目の前のお金をもらって指導をしてるから、もう成績を上げるのも合格させるのも、それが仕事だからさ、やるし。で、その塾講師を経験した上で今のこの仕事とかも YouTube をやっているから、同じ意識はある。もちろん。見てくれてるみんなの成績を絶対上げるんだと思って動画を撮ってるし、合格させるって言い方ちょっと悪いけど、でもその気持ちなの。俺にとって見てくれてるみんなは俺の生徒だと思ってるから、みんなを合格させたいし、一人でも多くの子を志望校に受からせたいと思ってるから、それは変わらないんだけど、でも、言っても動画だから、って思ってるの。そこはあるの、俺の中で。で、もちろんね、そのハイツさんのおかげで受かりましたとか、ハイツさんのおかげで成績上がりましたって言ってくれるのはすごく嬉しいし、それに関しては、いやいや、そんなこと言ってもとか、否定する気は全然ない。それは素直に受け取るんだけど、だからって、それは俺の実績ではないと思ってるんだよね。自分の動画を使ってくれてるのは事実だし、うん、でもそれだけじゃないじゃん。全部の科目を網羅してるわけじゃないし、高校なんて特にそう。うん。もちろんね、受験科目が数学だけだったってこともあるかもしんないけど、でもほぼないよね、それはね。そう、と思ってるので、だから、自分が役に立てたっていうのは、ありがたく受け取るし、それを、まあ、自信にしたりとか、誇りにしたりとか、これからのエネルギーにはしていく。それは本当ありがたく受け取るし、だから、今年受験生の方もぜひ送ってほしい。どこどこ高校とかどこ大学と名前出さなくていいんで、合格しましたっていうのはぜひ送ってきて、コメント欄でも、メールでも構わないから、めっちゃ喜ぶから、俺。お願いしたいんだけど、そこは。ただ、まあ、それを、確かに実績出した方がさ、みんな安心すると思うんだよ。特に高校生。ね、どこどこ大学とかさ、出した方が安心するかもしんないんだけど、でも、それがないと安心してもらえないような授業をしてるつもりはないので、だから、まあ、自分はそのスタイルは変えないかなと思います。そう。だからって別にそれを知ってる方、その方が悪いわけじゃないんだけど、そう、それはその方はその方のやり方があるわけで、そう。自分は自分のやり方があるから、と思ってるんで、まあ、そんな感じです。そうそう。
これ顔出しで話すとちょっと迷ったんですけど、まあ顔出しをすることでもないね、これはね、と思ってダラダラ上で喋らせていただきました。はい。で、あとですね、昨日日曜日に塾のその研修に参加してきたんですよ、ある塾さんの。で、これもうちょっと先かな、まあちょっと結構近いうちに発表できると思うんですけど、関東圏では多分かなり知ってる方が多い、ある塾さんとですね、ちょっと一緒になんかやっていきましょうみたいな形が一応話がまとまったんですね。そうで、まあ近いうちに発表できるかと思うんですが、で、その塾さんの、講師、まあ、アルバイト講師かな。アルバイト講師の中でも実績が長く、アルバイト講師、まあそうね、経験年数が長くって、もう本当に授業がうまい。で、実績もあるっていう先生方、そのチーフって呼ばれる方たちを集めた研修に参加させてもらったんです、自分が昨日ね。で、いろんなテーマを決めて討論してて、その討論に、まあちょこちょこ入って、自分も中でいろいろ、まあ自分ほど塾講師だからさ、こういろいろ、まあアドバイスというか、自分の意見を言わせてもらうみたいなのをやってきたんです。で、まあ、非常にね、良かったんですよ。本当に良かった。で、みんな、まあ、ほとんどの方が自分でやっぱり当然若いし、まあ、学生の方もいらっしゃったからね、大学生もいらっしゃったから、うん、若かったんだけど、でもやっぱり、ここ何人いたかな、そのチーフ、もうちょっとか、まあ、20弱くらいかな、いて、で、そこに、その会社の偉い方、本当、課長とか、部長クラスの方がいらっしゃってね、偉い方がいっぱいいたんだけど、その中で入って、こう、いろいろ喋ってきて、で、ほんとこれぐらいの先生が授業してもらったらもう任せられるよなってぐらいのその、なんだろう、持ってるもの、ポテンシャルもそうだけど、やっぱり練習して努力して積み重ねたものがあるからさ、で、教育に関しても真摯に向き合っている姿があるから、あ、いいなと思っていろいろ話してきたんですけど、で、そこでね、やっぱり関係ないって思ったことがあって、塾の仕事、まあ、先生っていう仕事って、まあ、特に保護者の方に思われる方が多いんですけど、やっぱり年齢がいってる方は、ベテランの方の方が信頼できるっていうのはね、あると思うんですよ。まあね、あながち間違ってはないですよ。間違ってはないです。確かに、やっぱり年数重ねてる、仕事を長くやってる方の方が、経験がね、経験値は圧倒的に多いんで、そう、あるんですけど、でもね、やっぱ関係ないです、そこは。年齢じゃない。もちろん実績だ、経験はね、そこは違うかもしれないですけど、やっぱ塾講師やってた時も、その、真摯に向き合わなくて10年間やった人なんて、たかが知れてるわけですよ。正直言ったら。だって俺1年目入った時、俺らが絶対授業上手いと思ったもん。自信があった、それに関しては。そう。で、もちろんそんなさ、言わないよ、名前きて言わないからね。それはわかんないじゃん。生徒がついてくるかどうかはまた別問題だけど。そう。で、それを生徒からついてくるか、保護者から信頼を得られるか、実績を出せるかっていうのを、まあ、塾講師やってた3年間で、数字で見せるっていうことはやってきましたけど。でもやっぱり、関係ないですね、本当に。若いから信頼できないとかそういうことはないなってすごく思う。だから、まあ、塾に関してのね、その塾の見つけ方というか、探し方っていうのはまた動画で撮ろうとは思うんですけど、先生の年齢っていうところは気にしない方がいいです。そこの先入観持たない方がいいと思います。うん、授業に関しては関係ないかなと、思います。まあもちろんね、そう、トップクラスの方、本当にこう、予備校人気講師とかなると、まあそれはもちろん人気がある状態で実績を積んでる方ってのはもう異次元なわけですよ。もう違う次元にいらっしゃるんですけど。でもそこまでじゃないんだったら、やっぱりそこはね、関係ないなってのはすごく思いました。ない。っていう話を、どうしても昨日ね、したくてね、そう見ながら。で、その時に、まあこれすげえ、自分が嬉しかった余談になるんですけど、そこの、ある塾、その、いろんな教室があるじゃないですか、塾のね。いろんな教室があって、ある教室を会場にして、そのなんか会議とかやったんですけど、で、そこ、授業もやってて、昨日、日曜日でね、その、中3対策とかなんかやってたんだよ。で、その空き教室でやったんですけど、そこのアルバイト講師の子かな、アルバイト講師なのかなわかんないけど、方が、自分の動画すごい見てくれてた方らしくって、なんか、ファンですみたいな。男の子だったんだけど、そうそうそう。一緒に写真撮ってもらっていいですかみたいな。これ仕事中大丈夫ですかみたいな。あったけど、そういうのあったりとか、あとは一人、高校生の子が、その、たまたまね、その見つけてくれて、あ、とあるさんですかって言われて、そう声かけてくれて、高校受験の時すごい見てたんですみたいな。去年、高1の子だったから去年ね、まですごい見てたんですって言ってくれて、あ、それ嬉しかったっす。普段街中でね、声かけられることほぼないんで、自分。そうそう、ないからさ、嬉しかったなっていうのを、ちょっと共有したくて喋りました。すいません。どうしても言いたかったっていうね。はい。まあちょっと話は戻りますけど、まあ語学実績に関しては、これからもね、まあ出すつもりはないです。ただ、その塾さんと、ちょっと手を取り合って、いろいろ始めていくので、その中で必要になることがあれば、もしかしたらやるかもしれないんですけど、今のところは出すつもりがないので、
まあ、そこは、出してくださいよって言って、なんかないから出せないんですかっていうところもあったんだけど、まあ、そう思われたら思われたらしゃあないかなと思うので。まあ、ひとまずそのスタンスで行かせていただきますので、まあ、それをご理解いただいた上で、今後もぜひ使ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、という感じで、今回のダラダラジオは、語学実績を知りたいというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました。では、また来週何かね、喋っていきますので、もしよかったら、ぜひね、そちらの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。